この手相がある方は正直羨ましいと思ってしまいます。というのも、前向きで明るく楽天的で心が鋼のように強い人たちに出る手相だからです。いくらお金があっても、友達がいても、体が健康でも、気持ちの面で不安定では人生は謳歌できませんよね。一日中もやもやと悩んでいる、そんな時間が続いていたら嫌になってしまいます。明るく楽しくポジティブに生きられる、それはもう立派な立派な才能なのです。私がネクラで悩む方なので、より眩しく見えます。それでは早速見ていきましょう。1、外に流れる生命線。生命線については手相の基本線の一つですので、あなたももしかしたらよくご存知でしょう。基本的にはこのようなカーブを描くことが一般的ですが、稀に先端が外側に流れている方がいます。この手相は前向きでアクティブな性格の持ち主に出ます。悩まずにどんどん行動ができるタイプだと言えます。大きく成功する可能性も高い素敵な手相です。ちなみに滅多に持ち主がいないレアな手相でもあります。2、手のひらの小じわが少ない。手のひらの小じわが少ない方はとてもさっぱりした性格の持ち主です。くよくよといつまでも悩むようなことは少なく、まあいいかとすぐに気持ちを切り替えることができます。ちなみに小じわというのは手相の基本線、頑丈線、頭脳線、生命線、運命線など名前のついた線ではないものを指します。この小じわ、特に横向きのものが多いという人は非常に神経質で自分の精神面に翻弄されてしまいがちです。逆にこの小じわがなく、主要線など名前のある線しかないという方は、冒頭にお伝えした通り、小さなことは気にしない、心が大きく強いタイプであると言えます。3、手の出し方。相手に手を差し出してと言われたら、あなたはどのように出すでしょうか。指と指をくっつけて揃えて出すような人もいれば、逆に指と指を離して出す方もいると思います。実はこの指と指を離して出す方は非常にアクティブで前向きな性格だと言われます。誰に対しても心を開き、快活な性格です。くよくよ悩むようなことも少なく、さっぱりしています。メンタルが強く、明るくて周りからも人気がある、そんな素敵な手相の一つです。4、離れ型。離れ型とは手相の基本線の一つ、頭脳線と生命線の視点部分が離れているタイプの手相です。マイペースで楽天的な性格が特徴で、自分のしたいことややりたいことを迷わず実行できます。また他人の目があまり気にならないのも特徴です。そのためのびのび自分なりの人生を謳歌できる手相で、悩みも少なく楽しく充実した人生を送れることが多いです。時に空気が読めないと周りに思われたり、自分勝手だと捉えられてしまうこともありますが、当の本人としてはそれがくらいの感じで全く意に介していません。常識や他人の目にとらわれない大胆な発想と行動力で大きく名を上げる方も多いとされる手相です。5、頭脳線が短い。頭脳線とは手相の基本線の一つですが、この線が図のように短いという方は、くよくよ延々と悩み込んだりすることは少ないでしょう。いつも気楽にガンガンと行動が取れるタイプです。人生において悩んでいる時間は極端に短く、直感的にどんどん問題を処理していってしまいます。そのスピード感と気持ちの切り替えの速さ、悩み込んでしまうタイプの人にとっては本当に願っても欲しい能力ですよね。いかがでしょうか。不安が少なく人生を楽しく謳歌できる人の手相、あなたには一つでもありましたか。このチャンネルでは手相や運気にまつわることを中心に、皆様に広く良い気を届ける気持ちで投稿しています。もしよかったら高評価ボタン、
チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。